吹きバッタは、バッタ科、吹きバッタ科、メラノパリニーに分類されるバッタの総称である。なお、全教腹板突起があり、同様の突起を持つ、土稲子赤や稲子赤その他と共に、独立のナゴ科として分類される場合もある。世界では120属890種以上が知られ、全北区、東洋区、新熱帯区に分布する。 代表的な属である札幌吹きバッタ属パディズマは、ユーラシア、北米大陸に16種ほどが分布する。日本では、北海道に札幌吹きバッタなど3種1アッシュが分布する。また、バッタ層が比較的貧相な日本において、各地で種分化している、ミヤマ吹きバッタ属パラパディズマは、日本、朝鮮半島など、東アジアに固有の属である。 日本からは13種程度が知られるが、ほとんどの種が日本固有種で、本州、四国、九州の各地に分布するが、分布域が限定される種が多い。体はメスの方が大きめで、一般にオスの体長は2 5ト、mm、ル前後、メスでは3 0ト、mm、ル前後だが、個体や地域によって差異は大きく、中には4 0ト、mm、ルを超える個体も存在する。その体系は、 腹が長く細長く見えるものから腹が短く詰まって見えるもの腹の先が上に反り返っているものなど様々である触角は概ね10ミリメートル以下その姿は一見すると稲ゴに似るがほとんどの種は羽が耐火しており飛ぶことはできない一般に胸に耐火した羽の跡が残るがその長さは腹を覆うほど長いものからほとんどないものまで多様である 稲子赤との違いは、五体節の後端の側場が尖らないことや、五形節の先端部外面に不動棘がないことなどである。羽長吹き割ったなどは、羽が長いため特に稲子類に似るが、これらの点で区別することができる。体色は緑色を基調とし、背筋が茶色になるものもある。目の後ろに黒線が入るが、この線の長さは、 頭部で止まるものから腹まで続くものまで様々で、その様子も種の識別の目安になる。足も緑色だが、模様が入らないもの、黒い模様が入るもの、赤くなるものなど様々である。他のバッタと同様、その足で跳ねることができるが、オンブバッタなどに比べると、動きは活発でなく、のんびりしているものが多い傾向がある。 これらの特徴は地域等により様々に分化しており、大まかな外見だけで種を特定するのは困難で、あるが体長25から40ミリメートル程度で、外見が稲子に似ていて、羽が耐火して飛べないものは多くの場合吹きばった類であることが多い。実際の種の童定では主に交尾器の形態が重要視され、特にオスの交尾器に種の特徴が出る。 しかし、一部の種を除けば、比較的分布が限られるものが多いため、生息地から、ある程度の種を絞ることができる。成虫は年に一回、夏から秋にかけて発生する。吹きの葉を好んで食べることからこの名がついたが、他にも、クズや、フジバカマなどの広く柔らかい葉を好んで食べる。これらの食草が生い茂る、林園や、落葉紅葉樹林などの明るい林床などに、 生息する。なお、ヤマトカスミ肉バエなど肉バエの幼虫に捕食規制される場合があることも近頃の研究で判明している。その他詳細は不明ながら、ヤドリバエカや釣りアブカなどの規制を受けている可能性もある。かつては、北海道に生息する種を吹き割った本州以南の種を一括して、ミヤマ吹き割ったと大きく分類されることが主流であったが、 近年研究が進んだところ三山吹き割ったに一括されていた中にも地域等により形態的差異があることが明らかになってきたことから次のように分類されるようになった。吹き割った類は羽が退化し飛べないために個体の移動範囲が狭くそのため地域ごとの分化が進んでいったと考えられている。メダカなどと同様に遺伝的にも地域ごとに分化が進んでおり 地域固有種が存在すると考えられていること、生殖隔離が不完全であると考えられていること、そもそも情報不足であることなどから、今なお相次ぐ、丘陵地の人為的開発による破壊や雑木林など、里山的環境の大敗、遺伝子汚染などにより、地域固有種が失われる可能性もあり、地域の絶滅危惧種に指定されている場合も多い。 現在は主にカキの種に分けられると考えられているが、吹きバッタ類は地域ごとの文化が進んでいてその境界が不明瞭なことから種の特定が大変難しく、そもそも何種に分類されるべきかも確定していない。一時期は地域ごとに独立種とする見方もあり、カキの種は大まかな分布地域によって判断されていたが、最近ではある程度の生殖隔離があるものを種とする。 考え方により、オスの攻撃の形で判断されることが主流になりつつある。中尾志郎、小林霊子ほかキー半島北西部における、宮間吹キバッタ族とイ理吹キバッタ族の分布。南紀生物52、66から69、ニーありがとうございます。